Yeah, this is Hifumiya SB のブログ。今日のゲストは、JP ファミリア、そしてシャインティース、最近ね、DC の方もね、あのモニターフローみたいな感じで、シューズをゲットし始めた、カンタです。よろしく。今日はね、ちょっと裏君にちょっとビッグスピンをちょっとパウトやってみようかみたいな感じでちょっとやりたいなと思ってるんで、始めますわ。ビッグスピンとりあえずね、みんなチェックするようにお願いします。はい、 SB レペゼン No doubt。 じゃあとりあえず今回はビッグスピンをとりあえず、メインスタンスやんな。そうっすね。のどっち側？フロントサイド、フロントサイドのビッグスピン。OK、 了解了解。じゃあとりあえずなんかスタンスとか聞いて、インサイドにスタンスをやってみたい感じじゃん。とりあえず僕は、とりあえずまあビスのちょっと手前ぐらいでちょっとつま先出す感じで、後ろ足はもうコンケーブのちょっと縦めに置く感じ。そうですね。なるほど。縦で後ろだけハの字みたいな。あー、わかる。俺もそう。後ろだけハの字の方が結構しゃくりやすくて、パンって弾いたら普通に回しやすい。分かる分かる。ここやな、ポイントはな。じゃあこの後ろ足の角だよな。ここっすね。ちょっと縦めに置くっていうね。縦めで、まあちょっとコンケーブのこの反ってるところに合わせて置いてみる。あ、なるほどなるほど。で、前足は、前足はまあちょっと内に入り気味で、まあちょいつま先出し、ちょいつま先出し。まあこうなんでつま先出すか言うたら、まあ足が結構しゃくって飛ばした時に引っかかるから抜きやすいです、結構足が。ああ、なるほどね。間違いないわ。そのまま取りに行けるし。はい、了解しました。俺はいつもこんな感じでビッグスピンは。じゃあこれが、メインスタンス、メインスタンスのビッグスピン、フロントサイドビッグスピンのスタンスね。オーライ、ノーダウト。まあこんな感じです、スタンスは。とりあえずオッケー。じゃあ早速やってみるか。やってみます。とりあえずやりますわ。もうやりたいんやろ。早くとりあえずやりたいっすね。もうスタンス決めた時点でもうやりたかったっすね。ちょっとビッグスピン見てもらえない。無視。とりあえずまあメイク打ったんで、まあ、こんな感じかなって。いいね、いいね。まあこんな感じです。ダダダダン、スペシャルゲスト。イエーイ。これはね、ひふみやブログです。いつもお世話になってるベルディ君ですね。はい、 VK デザインレペゼンの、ベルディ君です。ちなみに、JP ファミリアのね、いろいろこう小物なんかも作ってくれたりとかしてて、最近これマジヤバい。あれ、キーホルダーどこ行ったっけ。これマジで興奮したからね。あ、ちょっと見していい、みんなに。ちょっとカメラ持ってて。ちょっと待って待って待って、今すぐ出ました、出ました。これですね、JP ファミリア、これ JP ね。今日超タイミングいいよ。俺マジでこれ着てきてる。マジで俺も着てきたよかった。なんで俺着てないみたいな。まあ JP ファミリアのビギニングロゴっていうね、一番最初に始まったロゴです。そのジャムパーティーのね、ストリートカルチャームーブメント、ファーイストジャパン、ザ・2010っていうね、この始まりのロゴの T シャツを作ったんですが、なんとその T シャツのキーホルダーできちゃいました。やばいね。しかもこれまだ全然奥行きがあるから、このキーホルダーには。これまだ、しかもこの木でできてるけど、一体何の木でできてるか、みんな、じゃだーん、横から見てみろこの断面図。はい、思いっきりセブンプライのスケートボードを使用して作った JP ファミリアのロゴのキーホルダー。やばい、間違いない。やばい、これね、まあちょっと大量生産して、ひふみやにも置こうっていう話になってるんで、ぜひね、このスケートボードで作られた、JP のね、ロゴのキーホルダー欲しい人はどんどんひふみやに GO で。俺もめっちゃ欲しいもん、とりあえず早く。まだ1個しかないもん。おめっちゃ欲しいっすって。まだ1個しかないって。だから半週中ぐらいで、いつもね、こういうのを作ってくれてる。いや、マジでやばい。VK デザイン、VK デザインのね、ホームページもみんな
ここに出るかな。まあ、あの、ひだやんが気分良かったらここに出してくれると思うんでこの辺に出てると思うんで、そっちの方ももう言うてそんなん言ったらその辺に出されるで間違えない。まあ、まあ、間違いない。もうリアルデザイナーです、はい、間違いない、はい、間違いない、もうダウンだ。Yo, what's up? はいどうぞ。サウンドボーディングでもね、おなじみのスターカシットです。今日はどんな感じ？今日はめっちゃ暑いし、いい感じに体動いてる。あ、今これひふみやブログやねんけど、はいはいはい、見たことあるやつだ。あ、マジで？ひだくんな、モーリー。そう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 。あっからこうひふみや SP のブログ一応始めてるんだけど。感動瞬間。そうそう、まあこれ多分第2弾か第3弾ぐらいの収録になると思うんやけど、あのぜひなんかたかしもハウトゥーでもいいし、このトリック1個やるから撮ってるもいいし、なんか教えたいトリックとか、はいはい、パワースライドとかでもいいし、なんかあったらちょっとあったかくなってくるしさ、これからスケートボードを始めようとか思ってる人だったりとか、タイミングですね。そうそうそう、そういう人たちにちょっと向けて今ハウトゥーのね、こういうブログをいろいろ撮ってるんで、はいはい、ぜひね、たかしにもワントリック何かやってほしいなという僕といえば何すか。じゃあ逆にたかしといえば俺の中でスイッチトレとかやねんけど、スイッチトレいきなりハウトゥーやっても結構まあまあ後に残しときたいし、それまたスイッチトレをやろうっていう時にはたかしにぜひ振らしてもらおうと思ってるんだけど、それ以外でなんかたかしのやりたいトレするし、バクサイノーズグラインド、バクサイノーズグラインド、おっ、オッケーオッケー、カーブ編やな、カーブ編オッケー、じゃあ最後の一発、あのピンク曲がるやつ、おお、オッケー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 、いいねいいね。じゃあまずじゃあバクサイノーズグラインドに対してなんかこうスタンスとかそういうのを垂れてコメントもらえたら嬉しいけど、そうですね、うん、まあこれぐらいですね。でも演出的な方なんで変えないと、まあオーリースタンスか、じゃあそうですね、もうほぼほぼオーリースタンス、オーリーを広くするとしてます。まあ低い今日は演出的にちょっとこれぐらいですね。なるほどなるほど、4本ビスがある手前のビスをちょっと踏むぐらいな、そうで、あとは、うん、K みたいな K 型じゃないけど、 K は体を開くじゃないですか、はい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 、こうなるじゃないですか、はいはいはい、こうする K みたいな、今度は肩を開かないっていうことだよね、左の板がこうこうかけてる状態がこうなっていってピッて、あ、ごめん取れてなかったよ、もう一回やって最初あーなるほど、カーブと平行に後ろのトラックを持っていきつつ、なるほどなるほど、オッケーオッケーオッケー、軽くなんかこうポップさして降りる、どうやって降りるか間違いないっすね。どうやって降りるのって俺聞いてるけど、オッケー、じゃあたかしのバックサイドダンスグラインドよろしく、お願いします、はーい、危ない危ない。